夫とは2回の交際を経て結婚しました。夫は8歳年上、専門学校で同じ学年になり交際を始めました。当時、私は普通の高校出て進学、夫は社会人経験を経て入学にという人。食べることが好きな夫は、デートのたびに、この店が美味しい、この辺だったらこの店と、いろいろな美味しいお店に連れて行ってくれたのですが、そこは、カップルが行くような店ではなく、奥様方やご年配の方、中年のおじさん方が行くようなお店で、お値段もそれなり。会計も割り勘にしようという私に、店選んだのは俺だし、年下におごるのも楽しみの一つと言って旦那が持ち、さすがに悪いからと言うと、今度ケーキでもおごってくれればいいというばかり。映画代や買い物は私にも出させてくれるのに、食事に関しては譲らない夫を、当時の私はおじさん臭いと思っていました。あるデートの日、同い年の子たちが、流行りのカフェやレストランに行ったという話をしているを羨ましく思っていた私は、夫に、たまには、おしゃれなお店に行きたいとついこぼしてしまいました。すると、彼は、少し考えた後、駅近くの雑居ビルへと私を連れて行きました。狭いエレベーターに乗せられ、嫌な予感を感じていた私ですが、着いたのはアンティーク調の喫茶店。確かにおしゃれなお店です。ですが私が望んでいたのは、年頃のカップルの憩いの場というか、落ち着いたお店ではなくキラキラしたお店。さらに、コーヒー一杯1000円、ケーキセット1500円に、価値観の差を激しく覚え、翌日別れました。その後、私は、友達の紹介で知り合った同い年の男性と付き合い始めました。同い年の彼は、なんというか、年相応の無計画な人、デートの度に、どこ行く？この後どうする？何か食べる？といった感じ。はじめは初々しさというか新鮮さもあり、私がしたかったのは、こういうデートと楽しんでいましたが、時間が経ってくると、毎回行き当たりばったりな上、夫に連れて行ってもらったお店は割り勘でと言っても、高いと、結局、マックやサイゼリアで済ませることも多々。流行りのお店は混んでて、席があくまで待たされたり、一度目は美味しいと思ったのに、二度目、三度目となると、あまり美味しいとは思えず、彼とのデート自体が楽しくなくなっていきました。今思うと、夫とのデートで席を待つことなんてほとんどなかったです。ちょっと早いけど、とか、欲しい本あるから、少し本屋に寄っていい？などと混んでる時間を避けたりしてくれました。私の感覚がずれていたのでしょう。友達に相談しても、曖昧な返事ばかりされましたし、結局、その彼とも別れ、日に日に、夫への未練や思いが募りましたが、自分から振っておいて復縁を言い出すなんて浅ましくずうずうしいと思い毎日悩んでいました。そんなある日、学校が終わってから夫に、行きたい店があるんだけど男一人じゃ恥ずかしいから付き合ってほしいとあんみつ屋に誘われ、行くことになりました。たあいない世間話をしながら二人であんみつを食べていると、甘いもの食べると心がすっきりするんだよねと言われ、私の心に気づいているというより見透かされていることが分かった私は、自分の考えをすべて打ち明け、もう一度付き合ってほしいと夫にお願いしました。すると、夫は、あんみつおごってくれたらいいよと少し照れながら答えてくれました。その後、交際を続け学校を卒業し、1年の同棲を経て結婚。最初に別れるきっかけとなった喫茶店には、その後、何度も二人で行き、プロポーズも、そのお店でされました。同棲を始めてから分かったのですが、夫は、普段から、高いお店に行くわけではなく、デートの時だけ選んでくれていました。夫曰く、ちょっとは見え張りたいし、喜んでくれるなら安いとのこと。久しぶりに、その喫茶店に寄ったので、家に帰って、夫の写真に、その時の思い出を話しました。もうすぐ、4回目のお盆、涙と一緒に、いろんなものが溢れてくるので書かせていただきました。お目汚し失礼しました。